天気のあすかちゃんとお送りします、はい、よろしくお願いします。ショートが可愛い、もう、ありがとうございます、本当ですか。画面見るたびに可愛いって言ってました。やめてください。結構本当に可愛い、なんか老けたとかっていう声が本当ですか。何言ってんですかね。めっちゃ可愛いです。本当ですか、ありがとうございます。大好き。あすかちゃん、ちなみにショート人生でされたことありますか。いや、あるんですけど、うん、小学生の時が最後です。じゃあもう結構その後は、うん、まあ、一番短くてもこれくらい、あ、ちょっとボブくらいで、ちょっと長い、そうですね、はい、ボブぐらい。これからなんか切る予定とかは。いや、今のところないですね。ないですか。絶対似合わないですね。絶対似合いますって。本当に、ね、多分もうロングが一番。あ、でもどうなんですかね、挑戦してみたい気持ちはあるんですけど、うん、ちょっと今後ろでちょっとやってもらいたい。いや、ちょっと本当に似合わないんですよ。あ、絶対。でも全然変わりますね。あ、絶対。でもちょっと、もう吉木さんが拍手してますよ。本当ですか。切ってみてほしい。いや、ちょっと気持ちに余裕ができたら。あ、気持ちの余裕と比例するんですか、この長さ。安心。いや、でも見てみたい。いやいや、本当可愛いです。いや、ありがとうございます。そしてね、めちゃくちゃ寒くなりましたね。びっくりです、本当に、うん、昨日の日曜日がとにかく寒くて、で今朝外出てみたら、なんと12度しかなくて、冬でも多分それぐらいの気温の時もあるんで、もう急に寒くなりすぎて、今朝本当に震えましたもん、うん、ね、そうですよね、うん、寒すぎてずっとこんなでした外で。あすかちゃんね、オンエアでも言ってましたけど、背中がなんかこうこうなるくらい、そう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 、めちゃくちゃ寒い。本当そうで、うん、ちょっとコートをクリーニング出しに行かなきゃなって思いました。あ、まだ行ってない。まだ行ってない。じゃあまだ衣替えもまだしてない。なんかね、うん、アウター以外の衣替えはしたんですよ。だからニットとかはしたんですけど、うんうん、今日もちょっとなんか薄いワンピースとかで着てしまいました。めちゃくちゃ寒いですよね。そうなんです。あんま人のこと言えなくて、うん、でも衣替えするときって私毎年なんか、うん、去年裸で過ごしたんかっていうぐらい服がないんですよ。めっちゃ分かります。分かります。あれと思って、なんか、うん、何着たんだろうっていうね、うん、なんか私結構服とかもこう切り捨てて妹にあげたりとか、母にあげたりとか、まあ、お母さんも着るの？ AD さんにあげたりとか。え、そうなんです。 AD さん、 AD さんにちょっと渡したりとかしてるんで。じゃあ、アスカちゃんの服をもらってる AD さんがたくさんいるってことですね。たまにあげたりとかしてて、だからそもそも服が結構少ないんで、その状態で1年後迎えると本当にやばいってなります。あ、毎年こう秋冬終わって、はい、あ、もういらないかなってなって、こういろんな方にあげたら、はい、次の年、はい、あれっていう、ふと気づいたらないみたいな感じになる。いや、私もめちゃくちゃなくて、うん、そのなんかここがダメだから捨てるとかっていうなんか決め事みたいなのあるんですか。ああ、でも本当に今シーズン着てないなとか、 あとはまあちょっとテイスト変わったかなっていうのは結構、流行と自分の好みとか、はい、か合わせて。そうですよね。なんかだんだん年を取るにつれて、うん、大人っぽい、まさに今着てらっしゃるなんか黒とかのなんかアイテムとかすごい最近好きで、ちょっとカラーものとか、なんかちょっともういいかなみたいな。あ、でも、はい、なんかジップではあんまりモノトーンとかイメージないですよね。確かにそうなんですよ。なんかジップで、うん、結構まあこういう衣装とか着させてもらうので、うん、なんか反動で、あ、結構私服カジュアルなもの着たくなります。でも分かります。なんか衣装でしか着られないものありますよね。そうなんですよ。私服どんな感じですか。私服私は結構カジュアルが好きで、なんか一緒だ、デニムとか、うん、履いたり、それこそモノトーンも好きだし。意外ですね。なんかこういうワンピースとか全然着ないんですよ、私服で。あ、そうなんだ。なんか膝から下が見えるのが恥ずかしくて恥ずかしくて。わかります、わかります。出せない、出せない。え、出さないですか、私服。全然出さない。ワンピースとか着ますけど、うん、でも長いの着ちゃうかも、うんうんうん、いや、そうですね。ロングのワンピース、くるぶしぐらいまであるやつ、はい、そうですね。なんかそわそわしますよ、この辺。そのなんか膝とか出てるともうちょっとなんか帰りたいなみたいな。でもなんかそういう服に関するなんかお悩みが結構視聴者の方がたくさん届いてて、一つ紹介すると、身長が低くて合う服が少ないのが悩みですっていう
お悩みが来てるんですね、はいはい、こうなんか身長が低い方に、うんうん、なんかこういう服着たらいいよみたいなアスカちゃんなりのなんかアドバイスみたいなってあります？そうですね、私身長高いので、うんうんうん、合ってるか分からないんですけど、結構雑誌とか、うんうん、なんかノノとかなんか結構低身長コーデみたいなのやってて、あ、特集が組まれてるんですか？そうですね、なんかやっぱりこの丈感とかはすごい重要なので、うんうんうん、なんかこうそういうバランスとか意識して選ぶといいかもしれないです、うんうん、あ、上下のバランス。そうですね、あとは例えば結構あのウエストラインが上の方にある服とかを選ぶとか。なるほど、足長交換みたいな。そうですね、なんかちょっとロングのなんかなんだろう、ベストとか着ちゃうとここが長くなっちゃうから、あ、なんかすごい低身長目立っちゃうみたいな。あ、ちょっと膨張もしつつ。そうそうそう、あ、そっかそっか。だからできるだけ こっちの方に、うんうん、なんだろう、アクセント持ってくるみたいな、なんか、あ、なんかその視線をここに集めるみたいな。はい、へ、いいかもしれない。参考にかもしれない。え、逆にアスカちゃんのその低身長、はい、あ、高身長のなんか悩みとか。高身長悩みめっちゃありますよ。あの、丈が合うものがやっぱ少ない、うん、日本のブランドとかだと、なんかあと それこそなんか今ロングのワンピースとか流行ってるじゃないですか、うん、ロングのコートとか、うんうんうん、もうなんか全然短くなっちゃったりとかして悩み結構多いですよ。あ、うん、でも確かになんかウエストのサイズと、うん、ここのなんか丈感と、あ、そうです、めっちゃそう、ね、ビシッとなんか来るものってあんま、そうですね、わかります、わかります。でも私もそんな高身長とかじゃないんですけど、私の姉が170あるんですよ。あ、そうなんですね。アスカちゃんってどれくらい？あ、同じぐらいです。はい、やっぱりなんかこうここまで下まで隠れる、うん、いい感じのその広がりがなんていうの、フレア、はい、パンツがないって、はい、そうですね、ずっと言ってて。そう、パンツとか結構、だからパンツよりは私スカートの方が好きかもしれないですね、そういう意味で言う。そういう、そうか、うん、じゃあちょっと最後、あ、そろそろ締めましょうって言ったんで、今シーズンのなんか、はい、アスカちゃんのおすすめのなんかこれ買った方がいいよみたいなファッションアイテムあれば最後に教えてほしいんですけど。これ、なんか秋冬、この秋冬流行るものとか。緑、緑、なんか緑がすごい流行るらしくて、なんかちょっと前にピスタチオカラーとか来たじゃないですか、うん、じゃなくてもうがっつり、多分ピスタチオカラーも含めて緑系のものが流行るらしくて、なんか私はバッグも買いましたし、あ、もう買ったんです。パンツも買いました。え、緑のパンツ、はい、なんか黒が多いんで、なんかなんですか、トップス黒でなんか下ちょっと色味あるものちょっと入れようかなみたいな気持ちで買いました。確かにモノトーンコーデ多い方には緑一本あれば、小物、そうですね、小物とか、うんうん、まあ、パンツとか入れるといいかもしれない。緑買います。今日皆さんもぜひ今年は緑が来るということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですかね。めちゃくちゃ参考になりました。はい。